はい、では東京都庭園美術館、生命の庭、8人の現代作家が見つけた小宇宙ということで、作家は青木美香さん、浅井雄介さん、加藤泉さん、高夏菜さんでいいんですかね、これはかなさんですかね、小林正人さん、佐々木愛さん、志村信弘さん、山口圭介さんということになります。はい、では見ていきましょう。旧朝霞邸というね、まあ、あの皇族の家ですよね、を、改造した美術館で、まあ、巨大な庭園がありまして、目黒、駅から、まあ、すぐっちゃすぐみたいな、ところですね。まあ、ちょっと 高級住宅地っていうかな、いう感じの方にこう行くところですね。あの港区の方のね、ですね、の途中にありましてね、みんな なんかランニングなんかしてたりしてね。ちょっとなんかこう若くて元気なマダムがランニングしてるみたいな土地ですよね。そういう感じですね。なんか俺このちゃんちゃんこが気になってきたな、絵的に。これちょっと撮りますね。色が気になってきたから、色味が。はい、はい、で、これも入る前ですね、いきなり加藤泉さんあります。木彫ですね。木彫と、まあ塩ビだと思います。これね、塩ビなんかあのよく最近使ってるんですよね。はい、あのね、加藤さんもね、僕ね、別のタイムラインっていうことだと思うのね。これね、どういうことかっていうとね、加藤さんってものすごいこうプリミティブな感じがするでしょ。すごく過去にこうギューッと戻ってる感じがするわけね。でもさ、何に見えるかって言ったらやっぱ宇宙人っていうじゃん。宇宙人ってさ、どういうイメージ？宇宙人って過去のイメージ？宇宙人って未来のイメージでしょね。だからね、それをね、投げ返すためのね、方策として宇宙人みたいなものがあるんだと思うんだよね。新たな身体の形、新たな身体の形っていうのがプリミティブな方法を取りながら未来にこうキュッと跳ね返っていくっていうかね、そういうことをね、ものすごく自然にやる人なんだよね。だから自然体すぎて分かんないのよ。それがね、まあ、加藤さんのすごいとこだよね。だからこうそこにいろんなね、生き物が寄ってきてくるわけだね。木だから、生き物だからね。そういう作品ね、これいい作品でしたよ。かなり大きいですこれね、人の大きさぐらい。で、まあまあまあ、これまあ、これし、ああちょっとこれブレちゃってるな、志村さん、ごめんなさい、浅井さんですね。浅井さんのこの鹿の骨がこうギルッとこう回ってて、その先に粘土みたいなんでこうキリンっていうかな、なんていうの、犬っていうか、ここ浅井さんの生き物ですね、がくっついてるっていう作品ですね。で、これ泥絵ですね。はい、これは壁立てて飾ってましたね。他のところではね、やっぱりね、直接描けないものが多いので、浅井さんは基本的に直接描くじゃないですか。泥を使って直接描くわけですけど、マスキングして描いたりしてましたね、今回はね。ここ初めて見ましたけど、でここ のガラスのところにもですね、ガラスのところ分かる？分かるよね、ガラスのところにも、鹿のね、角の作品があります。はい、そういう作品ですね。いやー、めっちゃいいんですよ、やっぱりね。 この空間にすっごい合ってるのよね。でね、なんかね、みんなやっぱ試合巧者だから展示が上手なんだよね。これキュレーターがいいのかね、今すごくいい、お金があるのかもしれないけど、これは青木深さん、青木深さんって人気なんですか？僕ちょっとよくわかんない。ガラスで細胞みたいなのを作る人ですよね。ですごい綺麗だし、繊細だし、なんかこうこれさ、写真撮っちゃいけないところで光を当ててこう下にこう細胞の影ができるみたいなのをやってたんだけど、僕これは単純に模倣にしか見えないんですけどね。細胞自体は面白いんだけど、それを模倣することに意味があるのかなっていうのはちょっと思ってるんですけどね。ガラスの技術とかがすごいのかな。まあ綺麗ですけどね。まあ技術がすごい。この人すっげえ面白かった。これが山口さんだっけ？
今週面白かったですよ。あのね、あ、これ高橋コレクションなんだ。高橋先生のコレクションなんですね。で、これはあの花なん、花をこうこうやってるんですね。あれ？あ、これはガラス。これね、すりガラスが、まあいいや。これ朝霞亭だけど、すりガラスが両面にすりガラスになってるのね。両面をすってんのね。だからそれで少し変えてるのね。かっこよかった、すごい。でね、こういうふうに、まあ、花がね、花をこう一個一個入れてるような作品なんですよ。で、これはね、これ僕すごい面白かったんだけど、これね、3つね、このキューブがあるんですよ、キューブが。花のこの、なんていうの、こう、これ樹脂で固めたみたいなね。で、これは多分ね、本物の花なんじゃないかなと思うんですよ、僕。なんだけどね、これ、あ、これとね、これね、一番最後ね、比べてみると、めっちゃこれよりもね、こっちの方が鮮やかじゃない？これね、あ、ブレてる。ブレちゃった。これね、あのね、一番最後だけね、増加なの。かっこいいと思ったね。これいい作家ですよ。あ、で、あのゲーテのメタモルフォーゼっていう概念がある。まあゲーテのっていうか、まあメタモルフォーゼっていう概念ありますよね。まあメタモルフォーゼって何、なんて訳すの？変態していくっていうのかな。変わるに態度の態かな。状態が変わるっていうことね。まあ我々はあらゆるものにこう変態していけるんだって、こういうことだよね。まあ、そういうコンセプトで作ってるみたいですね。これすごい美しい作品でした。はい、これ加藤さんの部屋ですね。で、加藤さん、まあ、あの加藤さんについてはもうさっきほとんど話したんだけど、まあ、これペインティングですね。まあ、ペインティングとですね、こういうあの塩、これ塩ビと、木がこう、彫刻が重なったような作品。で、まあ、あの今回自然っていうテーマですからね、自然にか、あの、関係するような作品を出されたんだと思いますね。はい。で、これあの、2層のやつですね。2層のをくっつけるっていうやつですね。はい。これもやっぱり違うタイムラインなんじゃないでしょうか。僕はそういうふうに考えてますけど。はい、特になんか下の方なんかもう人間に見えないですよね。実はね。身体に見えないんですね。はい。これだけでもすごくいい展示だと思いませんか。ね。やっぱり空間の良さってあるんですよね。これ不思議と本当に朝霞亭っていうのは、旧朝霞亭っていうのは、アートが入る場所ですね。後ろこんなにうるさいのにね。壁がこれだけうるさくて、これだけ作品が見れる空間っていうのはなかなかないですよ。うん。はい、これも前にそうね、下がね、ほんと幽霊みたいになってますよね。なんかこれやっぱペインティングのね、良さみたいなのがね、ありますよね。ペインタリーの良さっていうのもね、あるっていうね。こういうのがまあ憎いところですよね、加藤さんのね。はい、これがね、まあすごい可愛いんだけど奇妙なんで、飛行機になってるのね。これよく見た、こうやって見たらリーゼントみたいな髪見えるね。これなんだろう、もう分かんないよね、全然分かんないんだよ。でもやっぱりひっくり返ってるからだと思うんだよな、こういうふうに過去からビヨーンみたいな、このひっくり返りで混乱するんだと思うんだよね。ここにサインが書いてますね。今気づいたけど、加藤さん。この、ま、この頭の後ろに書いてるね。これど真ん中に立てようと思うのがすごいよな。絶対立てちゃいけないところに立てるみたいなね。そういうのがいいですよね。これ前から見たのがね、明らかにこう飛行機がギューッとこう突っ込んでいくようなね、こういう絵になってますね。
ものすごく絵画的ですよね、こういうところはね。やっぱ絵描きのね、だなっていう感じがしますよね、こういうところは。これさっきのね、花のところをちょっとこちらから撮ってみましたということですね。はい。で先ほどの、山口さんの、植物の研究みたいなものですね、ドローイング、エッチングかですね、の作品です。で、こういう部屋もありますよっていう感じですかね。はい、で、これ、僕ちょっとなんかルートを間違ったみたいですけど、先に新館に行って、新館っていうのができたんですね。奥にこう新館っていうのをこう完全に新しいスペースですね、近代的なスペース作ってまして、その間がこうボコボコしたですねガラスみたいなのがあるんですね。でそこの向こう側に花がこうバーッと置いてあるんですね。これすっごい綺麗でしたよ。うん、これはやっぱねいい作品ですよ。これ単純だけですっごいいい作品だったな。これ一個一個すっごいあると思うんだよね。なんか多分全部について語れるんだと思うんですね、この人ね。そういう愛情を感じますよね。この人僕ね知らなかったんですけど、この人左側の小林正人さんですね。これも小林さんですよね。この枠をこうギュッとこうねじりながら絵画を作っていくっていうような作品ですよね。つまり CG 体と絵画と、それから描かれたモチーフっていうかね、その3層構造で作っていくっていう、作家ですね。これはずっと書かれてますけど、馬ですね。はい、最近本出されましたね、この星の絵の具のなんとかみたいなね、なんかロマンティックのなんかの極地みたいなね、そういう感じですよね。この人なんかすごかったですね。僕でもね、結構豊田市美とかで個展されてる方みたいで、僕存じ上げなかったんですけど、すごいですね。これめっちゃ巨大ですよ。でこれ、意味わかんないですよ。これ日記みたいなんですけど、ね、何の数字かよくわかんないんだけど、左に書いてあるのはこれキューバ、ナイジェリアかガーナとかなんか色書いてあって、なんか数字が書いてあるんだけど、何の数字かはよくわかんないよね。でなんかその時の出来事みたいなニュースみたいなのが上にブワーって書いてあるの。いやこれはすごかったです。これもうだいぶ来てますよ。だいぶ来てる方でしたね。はいはい。これも山口さんなんですね。はいはい、さっきの方ですね。でこの志村さんね。志村さんノスタルジア。でこれはね本当はね別の作品から見た方がいいんだけど、映像はちょっとね写真撮ってないですけど、羊の毛に関する、羊に関する映像です。でこれについてはちょっと後から分かるので。はい、でこれ建物のね、建物っていうか近代的な建物の上のところにちょこんとね、ほら上に座ってるでしょ加藤さん。こういうのね、こういう遊び心がねみんなねやっててね、すごい良かったですよ。はい、でこうなんかね、これねすごい良かった。小林正人さん、上にね吊るしてあると、こう構造体もすごく見えるじゃない。でこれね、小林正人さんの作品って立てかけるってことが多いんですよ。あんま吊らないで立てかけてるってことが多いんだけど、吊るすっていうか壁につけるっていうかね、上にね、すっごいいいなと思いました。これやった方がいいですよ。うん、こういう風になってるのね、すごいいいなと思いましたね。これは浅井さんですね。でこれはマスキングしてるんですよね、青いね。でこれは大木さんのなんです。これが真っ暗な部屋でに、ガラスが吊り下げられてて、それにライティングしてて、影がポッと出てるって、こういう作品ですね。美しい作品ですよ。美しい作品ではありましたね。ただちょっと僕はなんかこう細胞自体には興味があるけど、そのコピーにはあんまり興味がないかなって感じね。はい、でこれ志村さんのね、さっきの羊の話は映像ありましたよね。でこれルーブルの羊っていうので、ルーブル美術館の中に描かれてた羊をこう集めて、そこだけをこう抜いてるっていう作品なんですね。で羊についての、テキストで、羊の毛を着たりですね、もちろんキリスト教会ですよ、ほとんどがキリスト教会が。で、かつ繊維業の話とかですね、そういう話と、
まあ記憶の話っていうようなことをこう結びつけて、いる作品でしたね。単純にこれ映像がなんかなかなか良かったですね。あの本当にこう羊のところだけプッと切り抜いただけなんですね。はい、こういう感じで、これちょっとね、これだけだとさすがに分からないんですけどね。うん、これちょっと分かんないですけどね。はい、これは分かりますね。これはレオナルドですよね。うん、これはさすがに分かりますね。でもね、そうやって考えたらレオナルドってすげえよな。これだけで分かるんだもん。これは分かりますよねとか言っちゃうもんね。おレオナルドだよねみたいな。おこれは分かるわ。他分かんないけどね。すっげえよな。本当に天才ってな。マジで分かるもんな。あドローイング見て分かりますもんね。レオナルドって。すごいですよね。まあまあ、あの、あれ、レオナルド、あの、ミケランジェロも分かるか。ね。ね、あの辺、すっごいよね。ピカソとかもそうですね。ね、いやーすごいやつっているよな、まあまあこういうね感じでした。はい、はい、でこれね、あの、真ん中の星みたいなの光、あれね、ライティング、 ライトね、普通に吊るされてるライトで、右に見えるあの上にあるのが、あれこれまた小林正人さんですよ、三角の。はい、これね、これすごい僕いいと思いました。この展示ぜひ、この展示で見たいです。このタイプでぜひね、ずっと見ていきたいですね。この、はい、これも、いや、これ馬ですね。これはまあ、あのいつも通りの、あの、地置きで見せられてました。これが宝のガラスですね、これね。まあ、ガラスがいっぱいあったりとかして。で、これ加藤さんの部屋なんですか。これまた僕、ルート間違えまして、戻りました。これ、こうかなさんなんですね、やっぱり。ごめんなさい、かなさん。まあなんかこう自然の絵を描いてあるように見せて、下にこう指示体っていうか、こうピッとこう浮かせるみたいなね、こういう作品を描いてるんですね。これはなんか重ねたような絵ですね。キャンバスを重ねたような絵。これはまあ、これドローイングっていうか、まあ筆、あのあれですけどね、墨みたいなのドローイングされてますね。うん。これなんかね、ちょっとこれあんまり、ごめんなさい、長時間見なかった。雪の上でなんかやってました。これね、こうなんか平面に見えるんだけど、いざ寄ってみるとこうすごく立体になってるっていう、まあ土みたいなのを作ったりなんですかね。うん、なんかね、よくわかんないけど、なんとなく僕感性が近いのかなっていう感じはしました。シンパシーはあった、なんか。うん、これも小林正人さん、うん、カキカキってあるやつね。でこれ志村さんの、これもめっちゃかっこいいですよね。メンデルスゾーンの楽譜に、まあ、自然の、葉っぱの映像だと思うんですね、がただ揺れてるだけなんですけど、それをこう多分定点カメラで撮ったやつをプロジェクションしてるんですね。それだけ、すっげえかっこいい。こういうクールな作品僕好きですよ。でこれは天井にプロジェクションされてるんですね、紐がね。こうクルンクルンクルンみたいな、あの、なんていうの、新体操の紐みたいなやつか、リボンみたいなのがね。美しい作品でしたよ。やっぱりこれもね、あの庭園美術館じゃないとできない、あの円蓋っていうのが、あのこう天井がこう天蓋、こう丸くなってる。大きくはないけどね。すごいかっこいいよ。で宇宙飛行士。ね、あ、そうそう、俺これになんかシンパシー感じたんだよな。なんかね、布で作って、なんかね、あの吊るしててね、この吊るしてるのがくるくる回ってるのよ。であの絵画の方はなんかピューってそのまま飛んでいっちゃってるみたいな。重力から離れて、うん、これもなんかよくわかんないけど、なんか俺感性に似てる感じがするんだよな。もうちょっとなんかいろんな作品を見てみたいなと思いました。これはすいません、僕あの高価なさん僕は知らなかったんで、ちょっとまたあの見たいですね、これね。いや、なんかね、パッと見と違うと思うんだよな俺。これなんかね、パッと見なんかね、ちょっとね、可愛いっていうか、なんかぬいぐるみみたいなもんですから、これいう感じなんだけど、でもなんかね、違うのを表してるよな、これ。柄もおかしいしね。
ただなんかちょっと分かんなかったんだよね、やっぱグループ展で初めて見る作家難しいね、ちょっとごめんなさい、判断が難しかったです。これは俺の判断力が働きませんでした、判断力批判できませんでした。でもなんか名前が来てるでしょこれ、コズミックカクタス、コズミックキッズカクタス、コズミックベイビーカスカクタス、ね、これなんか来てっていいでしょ、コズミックアガベアメリカ、これどういうこと、これ生き物の名前なの、よくわかんない、植物の名前なのかな、青木美香さん、あれこれこれなんだっけ、あこれね、これはね良かったよ、あの青木美香さんのあのあれガラスね、ガラスの作品なんだけど、これどこにガラスがあるか分かります、あこれちょっと指ささないと分かんないんだけど、あのね、あの上に丸い光あるでしょ、それのね、下の方の、下の方の、なんていうかな、ちょっと右の方の下ってうまく説明できない、にちっちゃいこう あのガラスがキュッてあるだけなの、これはすっごい僕好き、こういう展示がいいですよこれ、だからなんか内藤礼さんっぽい展示っていうの、そういうのが僕いい作家なんだなって思った、お風呂でね、これすごいいいですよね。これ先ほどのコウさんですね、これもコウさんだってした、あこれは下は違いますよ、下の台はあのここのものだと思いますよ、でも合ってますよね、だから ここすごいんだよね朝霞亭って、これなんかちょっとね、サンルームではないか、だけどまあ廊下みたいなところかな多分で、加藤さんですね、これなんか鎖につながれちゃってますけどね、石ですね、こう石のシリーズいいですよね、あこれ志村さん、これあの、ガラスのところにこうプロジェクション、裏からプロジェクションしてるっていう作品です、やっぱ石いいよな、トーテムみたいな感じなんだけどね、やっぱ石ってなんかこうね、全く違うこう感性を働かせてくれますよね、不思議ですよね、石好きな人ってずっと石好きだし、こうパワーストーンとか言ってねいうのがあるわけだし、宝石だって石だし、実は金属だって石だしね、そうね、やっぱ石についても考えなきゃいけないよな、いやすいません、ちょっと全然違うことを考えてましたけどね、まあいいや、そうですね、はいはい、まあちょっとハイデガーのこととか考えてましたけどね、はいはい、こんなフラッグに書いてある加藤さんの絵、なんかスーパーマンみたいに飛んでます、あこれすごいよかった、これね金庫なんですけど、ちょっと金庫が開いてるところの隙間からね、なんかすごいなんかね、ものすごい気持ち悪いなんかやつが覗いているっていう、こうなんで、こうなって、怖い気持ち悪かった、はい、でこれ一番奥に小林正人さんがあると、これこうさんでしょうね、で最後の部屋かな、浅井さん、あごめん、でこれ僕ちょっと資料を写真に撮ったやつで、で最後に出口のところにちょっと作品があって終わるはず、あ出口のところの作品俺入れ忘れてるな、だけどまあいっかね、まあまああのそういう、展示でしたね、あの大変とにかくね、あのねここはね場所がいいですよ、やっぱりね場所とね作品がね全然違うね、なんていうのかな、いつもと違うあの見方をね我々に提供してくれるのね、だから
やっぱりさ、絵画とかさ、美術作品っていうものが完全に独立したものとしてあるっていうかっていうのはやっぱり嘘だなっていうのがねよくわかりますね。やっぱりどこにあるのかっていうのは極めて重要ですよね。だと思いましたね。なのでこれいきなり話をギューッと引き伸ばしてしまいますけど、やっぱり大英博物館とかがこの作品をこうギリシャとかからどんどん持ってきてますよね。あれはやっぱり全てでないにしてもやっぱり一部返還するということはある程度考えていいんじゃないかなというふうな気はやっぱりしてきますよね。こういうのを見てるとね、場の空気っていうかね、やっぱりそういうものと必ず関係します、のでやっぱりそういうことは考えていった方がいいだろうなと思うし、同時にその朝霞邸がなぜこれほどまでに、芸術にこうなんて言うんでしょうね、こうフィットしているのかっていうのは本当に不思議だね。そしてこれ誰かがこうしようとしたわけでしょ。これは すごい資産なので、ぜひね、まあ、東京都改装したぐらいだからガチでやるんだろうけど、ぜひ、まあでもね、人いっぱい入ってるんですよ。人いっぱい入ってるからすごいいいと思うし、これはいいですよね。なんていうんですかね、東京に来た時に、地方の方でもね、まず第一のおすすめしてもいいんじゃないですか。それぐらいの美術館だと思いますよね。本当にそう思いましたよ。で今回の展示もなんていうかな、説明とか読んでる人全然いない、俺ぐらいテキストね、まあそんなに長いテキストじゃないんですよ、作家説明とかでね。俺多分ね、加藤さんは、そういえば加藤泉さんね、加藤さんは多分ね、ほとんど加藤さんのやつキャプションないのよ。俺キャプションね、多分加藤さん撮ったと思うんだよね。他の人キャプション置いてたから。でもね、それ大成功。キャプションいらないね。キャプションなくていい。ゼロはまずいけど、だから紙とか配った方がいいけど、見ないもんみんな。だから空間の中で、本当に空間の中でアート楽しんでるっていうね、理想的な状況ですよ。ただまあもうちょっとね、なんかね、休むスペースあったらいいかもね。1個ぐらい完全に空のスペース作ってもいいかもなとは思った。ただまあ今回あれだけどね、その感染症の問題があるから難しかったかもしれないけど、まあそういうぐらいかな。すごい展示っていうかキュレーションもいいし、あ、キュレーションいいのかな、ちょっとわかんないな。キュレーションはでもベタに言ったらダメだね。ベタに言うとやっぱりその見づらい、バラバラスキルっていうのはあるけど、でもなんだろうな、やっぱいいよ、場所の力を使っちゃえばいいんだから、その場所があるんだからね、すごいいいと思います。ぜひ行ってみてください。ということで東京都庭園美術館で行われております、生命の庭、8人の現代作家が見つけた小宇宙ということでね、まだね1ヶ月以上やってると思いますんで、でもね1月の頭ぐらいで終わりだったと思いますので、ね、ぜひ、そんな中ね、料金もね結構控えめなんですよ。なので、ぜひ行ってみてください。はい、ということでした。ありがとうございました。はい、ということでね、毎回言いますけど、終わるたびに言います、いいねボタンと、チャンネル登録ね、ぜひね、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあね、ね、いよいよね草むら行きましょうかね。はいはい、ちょっとコメント見ますね。草むら聞きたい、草むらがいいって言ってるけど、これ絶対草むらのメンバーだろうな。おね、絶対そうでしょ。で、草むらのメンバーはまずあれか、ちゃんとチャンネル登録してくれたのかい、君たちは。
え？どうなんだい？じゃ草村ちゃんと資料見ながらやりましょうか。はいはい。ね、ちょっと待ってね。いっぱい資料あるんだよね。草村の資料どこにあるかね。まあ、埼玉とかもね、本当はね。そうだよ、埼玉もね、まあ、埼玉の話も軽くするか。あ、これだ、草村。あと、山口さんの日記ね。山口さんの日記、あれ、怖かったですよね。あれ、すごい怖かった。え？甲賀那さんって死んじゃったの？どういうこと？甲賀那さんってそんなにお年の方なの？あ、そうなんだ。え、本当だ。あ、登山で亡くなったの？そうですか。いや、これは辛いですね。あら、やっぱね、人が死ぬのって辛いですよね。うん。75年前。うん。そうですか。いやー、なかなか辛いですね。まあ新作は見れないですけど、過去作でもねいいので、まあちょっとね、僕なんかあったら見に行きますよね。うん、そうか。はい、なんかねちょっと暗くなりましたよ、一気に。はい、でもね、草むらがね明るくしてくれるだろう。よし、じゃあ草むら行こう。